平成29年4月29日、阿蘇市刈尾の四ツ江川沿いの芝桜が満開を迎え、訪れる人の目を楽しませています。この芝桜は、2年前に地域の人たちが植えたもので、およそ50メートルほどの土手に鮮やかなピンクの花が咲き誇っています。辺りには花のいい香りが漂っていました。まるで花の絨毯のような芝桜。見頃は5月中旬までということです。